はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化黒金6股デッキをやっていきたいと思います。まあなんで6股なのかっていうと、単純に6股したかったからっていうことですね。で、編成は、こんな感じで来てます。黒金なのでゆかり様と、マネちゃんお借りして、で PSR プラゴのせっちゃん連れてきて、独身術の、サイリさんで、パワーヒッターが欲しいのでミサちゃん連れてきてます。で、なんで小筆が入ってるのかっていうと、アーチストをねちょっと取りたいんで、そのためだけに小筆を連れてきました。で、さっき見てもらった通り、センス丸のサボり癖ですね。で、サボり癖はもうお出かけで直しちゃいましょう。特に第1周目は練習する必要がないので、よし、直った。で、せっちゃんが出てきて、また評価上げをやっていきましょう。で、多分ね、デートでね、金徳をね全部取れるかっていうのが怪しいんですよね。単純に、まあ、6人かける5回のデートが必要なんで、空デートなしだったとしても30周必要でしょ。まあ1人か最悪2人くらい金徳漏らす可能性があるんですけれども、まあ優先的には独身術とアーチストは絶対欲しいので、小筆ちゃんの評価を上げていきましょう。で、ゆかり様とね、マネちゃんはね、ある程度イベントで勝手に上がっていくと思うんで、ある程度放置で OK でしょ。あと井戸端が来た時のために、その可愛いなんちゃら系の道具は確保しておきたいね。で、サイリさんだね、まあ、体力とかね回復してもあんまり意味ないんですけど、あとは金儲けがねどれだけうまくいくかっすよね。タックでのね金儲けがちょっと期待できないんで、ここはサイリさんでいきましょう。で、サイリさんはデートで評価が上がんないので、まあ、自力で上げていくしかないのと、できればねクリスマスはねサイリさんで行きたいんですよね。もうサイリさんのデートをクリスマスまでに消化して、でコツを取っていくと。ただちょっとそれは評価的に厳しいかな。で、告白の評価に乗ったら、まああと彼女ができたらどんどんデートを消化していく。で、デート消化しないとね絶対間に合わないんで、この編成は。どうしようかな、せっちゃんか小筆かって言ったら小筆か。小筆はね本当にイベント数が多いんで、あと超久しぶりっていうかパワフル高校以来なんで、もうイベントがあんまり覚えてないっていう。で、まずここでゆかり様は評価が上がるはずなんで、そうだよね、18で4つと。で、ゆかり様でいこう。で、ゆかり様の評価がまた上がるんで、どうだ。うお、金が金がなくなった。出だしが幸先が悪いな。で、ゆかり様の通常イベントでしょ、これもう評価乗ったでしょ多分。これ興味あるでいいかな。一番下だとなんかコツが手に入る可能性があるんだけど、一応なんか成功失敗的なのがあるからね。145円しかない。パワースナックはいらないからな。あー、アベレージヒッターかー、これ欲しいね。1級入魂とかどうする。取り置きだけしとくか。1級入魂、一応せっちゃんがねくれるっちゃくれるんだけど、失敗する可能性があるからな。で、ゆかり様 OK だね、乗ったね。で、サイリさんとミサちゃんだから、サイリさんで行こう。もう一回くらいサイリさん必要かな。あ、そっかそっか、小筆はちょっとイメチェンしないといけないんだよね。まあ、評価上げをやっていきましょう。せっちゃんの、せっちゃんしかいないね。まあ、あと最後のねエピローグでバーッと能力を上げていくんで、小筆、マネちゃんはまだか、サイリさん、いやでもな、小筆にするかな、どうしようかな。サイリさん乗ってるっちゃ乗ってるんで小筆にしよう。小筆のイベントもちょっと早めに消化しておきたい。
で10月、あーサイリさん来たね。もうねサイリさんはねここら辺で評価が上がんないのがほんと痛い。でサイリさんだよと。で金儲け、どうする今いくら、そもそも200がギリギリいけんのか。岩井くんに任せよう。もうこれ俺の全財産なんだ、頼むぞ。まずまずか、プラス100円だからね。岩井くんはねそんなにでかく稼げるキャラじゃないんで。で小筆の通常イベントですね、これももう一回続くんだよね。え何回イベントあんのこいつ。まあいいや、あ可愛いぬいぐるみがある、これ買おう。ですぐ使っちゃおう。筋力も買うでしょ、で技術も買う。え30円系厳しいね。でもな、買っちゃおうか。敏捷もう一個買おう。で215、こっからちょいちょい金を増やしていくか。小筆が乗ったね、どうしようかな。まあ総力はあるからちょっとこっちにするか。少しでもちょっと筋力が欲しい、まあ、今回はね筋力寄りのキャラでいきましょう。でミサちゃんの通常イベント1回目ですね。パワーヒッターもね1と2だと全然違うからね。で今回はね6股とはいえ金徳不確定が2人いるからね。10月の3週か、一応評価乗った。でマネちゃんがまだか、そろそろデートを始めないと。あれデートできるっけ。それできるよねサイリさん。厳しいんだけどな、マネちゃん1回だけ練習しよう。であとは通常イベントでちょっと評価が上がってくれるのを祈りつつ。ここら辺案外早く来たな。商品報酬って言っても無理だよ。30円の精神だけ買っとく、これ買おう。ここでねポイント稼がないといけないんで。10月の4週、一応練習は見ましょう。ゆかり様にサイリさんだね。まあここはサイリさんのデートを進めましょう。とりあえずこのままサイリさんだけだったらデートをどんどん消化させてクリスマスを迎えられるんだけど、他のキャラクターが来るとね多分他の方が評価が高くなっちゃうと思うんで。ミサちゃんの2回目だね。ここはマジで耐えてもらいたい。耐えろ。うおー、ダメだ、失敗したか。パワーヒー1か。一応ここも4択だからね。いやー岩井くんいくら、最高で600、もうやべは無理だな。岩井くんでいこう。まずまずか、まあまあまあどっかでな一回ドカッと稼がないと厳しいね。でこれは経験点狙いでいきましょう。まあ、せっちゃんもねこれでどんどん評価上がっていくんで、もう練習では追わなくていいですね。でせっちゃんはねバレンタインがねちょっと経験点くんないんで、可愛い指輪か、これはちょっと取っておこう。買って井戸端げ会員権があるじゃんあ今でも材料高騰してるんだっけ。こんな時にせっちゃん乗ってるしね。あーみさちゃんまだか、ちょっと一回やろう。もう通常イベントが終わってるからね。追加は起きなかったか、流れがあんまり良くないね。ここはじゃあいい加減にしろと。あ筋力20か、成功すればまあまあ美味しい。でここだよね、
いつも失敗してるからね、練習試合。しらすか SG が来ると終わる。おー、帝王実業。やった、ここで200円手に入った。これマジでかいわ。1個買おう。待って、1個買って。いや、これ、高騰してるけど買った方がいいよね。いや、でもな、悩むな。一級に480円もすんの、これ無理でしょ。いや、ちょっといいわ。今回見送りますか。ミサちゃんまだ。これで追加が起こってくれれば多分乗ると思うんだけどな。怒らねえし。あ、ゆかり様来たね。これ絶対ゆかり様の方が評価高くなるからね。ここは普通に犬で行きましょう。犬とお呼びください。で、チャンスが手に入るでしょ。で、マネちゃんがね、勝負師だからね、チャンスコツもなるべく押さえておきたいんだよね。何このひそかな楽しみって、こんなんあったっけ。あれか、ユニフォーム用のイベントか。わかんねえ、なんだ。どっちがいいのこれ。いや、観察しよう。え、大丈夫これ。もっと体を開いたフォームの方がいいと思いますって。アドバイスされてんじゃん。あ、ラッキーボーイもらえたね。サイリさんが、で、ミサちゃん乗ったね。よし、これはもうデート進めていこう。そうだよね、ゆかり様の方が高いよね。で、サイリさんはデートしても上がらないからな。これはクリスマスはゆかり様だね。アイテム使ってもね、全員一律で上がるからね。もう1、2回ちょっとアイテムを売り出しておいてもらいたいんだけど、これはロードワークに出て便所を稼ぐでしょ。守備と肩、まあ練習はね、全然して、こいつ練習しないんで。デートと金儲けしかしないから。岩井くんばっかだな。岩井くんに頼ろう。これも600までいくんだよね、うまくいけば。おお、来た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 、持ち直してきたね。でもよく、なんで。恥ずかしがり屋の歌姫。あ、これ2回目か。で、これはデュエットでいいよね。トゥルパッパーって何。何の歌歌ってんのこいつ。あ、でもそれなりに経験点くれるか。高くなってんね。結構高いね。これマネちゃんいてこれでしょ。満塁男もな。指輪1回使おう。あ、いいね、23とか。これも井戸端大丈夫だな。これ持っとけば意気投合はいいやつか。え、万能スケジュール帳も別にいいでしょ。デートしかしないからね。もう満塁男132円か。買おう。で、1級入魂はちょっとまだ置いときましょう。で、あとはもうひたすらデート。もう一人くらいちょっと告白イベント起こしたいんだけどな。まあでもあと7回だもんね、空デートなしだったとしても。それまでには一人来るよね。で、マネちゃんは2回で行きましょう。少しでもちょっと経験点を稼ぎたいので。ロードワークに出ると、せっちゃんの通常イベントはこれで終わりかな。で、勇気を出して、これどんなやつだったっけ。ちょっと待って、忘れたわ。無言で待つだと確か絶対彼女になるんだよね。で、上と下は失敗があるからな。ちょっと怖いから真ん中で行こう。ただ小筆はね、ちょっとイメチェンしてもらわないとアーチストが取れないんで、イメチェン待ちでちょっと置いとくでしょ。まずはまあサイリさんを進めていきましょう。で、サイリさんはね、4回目まで来ればクリスマスイベントが変わるんですけど、まあゆかり様だよね。上り上司、あ、そっか、上り上司くれるんだ。ってことはミサちゃんの上り竜欲しいね。これは金を取りに行きましょう。もう一回来ない。で、クリスマスはゆかり様と。
バレンタインはゆかり様にしたいね。そうするとバレンタインゆかり様にしてチャンスもらってでチャンス2でしょ。いや他チャンスあったっけ。マネちゃんくれたっけ。2はきついんだよな。もうあとはひたすらデートこいつ全然練習出ないからねあいつ練習に全く来ねえなって思われてるかもしんないけど、黒金はでもさ金稼げれば多分校内評価は上がるよね。桂マネーめっちゃ持ってんなっていう。で独身術は3で欲しい。頼む。まあ1か。これどうなの別に大丈夫な気がするんだけど、まあ普通にやる気が下がりましたね。そっか、ゆかり様はあれか、大吉以外やる気が下がるんだよね。これもね、野球が上手くなりたいって言ってさめっちゃ金出してんのにさ代表の確率とか下がんないのかな。小吉か。まあ、やる気は関係ないからね。570円、4つ。あ、なんか岩井くんばっか出てくんな本当に。いやでも岩井くんだなやっぱり。おお、来た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 。結構増えてきたっていうかめっちゃ増えてきた。ここで初売りで爆買いしよう。でミサちゃんの告白が来ましたね。で6人は無理だから誰か切んないと絶対いけないんで、どうする。でせっちゃんの1級入魂はやっぱ試合で使えるんで取っときたいんだよね。マネちゃんの告白1回目ですね。これは2回目につなげていきましょう。ブロックとかいらんわマジで。970円、お結構いい。これ買うでしょ。瓶賞も買う。瓶賞すんげえいっぱいあんな。一級入魂とキャケット両方あるね。これ買おう。もうこれ安くなってる時に買おう。で300円だからちょっと瓶賞割と買ってあるからね。やっぱ金を取っとこう。で沙莉さんが終わって、沙莉さんでもまだこれか。小筆は進めてっていいんだっけ。いや忘れたな。もう小筆はそもそも忘れたからな。でミサちゃんは空デートなしでしょ。ミサちゃん行こう。上り上司をね沙莉さんからもらったんで上り竜を取っておきたい。レアでしょ。でせっちゃんの告白ですね。でせっちゃんもね告白で評価が上がるキャラクターじゃないんで、普通に使ってるとねたまーに正月一緒に入れない時があるんですよね。で1234、あとはマネちゃんだけか。いやサイリさんの評価低いわやっぱり。もう一回指輪が出てこないと厳しいかもね。これ井戸端が起こったらサイリさんの評価上げきれない可能性があるな。だってもう練習じゃ上がんないってことでしょ簡単に言うと。あとデートしかしないからね。購買部何も売ってないよねだって。いやデートだなやっぱり。いややっぱりねミサちゃんのね空デートがないっていうのがねほんといい。これだけねキャラクターがいると絶対どっかで空デート起こるよね。黒金はね1周目が金儲けになるんで、あこれは行こう。もう一回、よし来た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 、やろうやろう。いくら ?120 か。でかいね。で、バレンタイン。バレンタインゆかり様がいいんだけどな。他のキャラがどうなって、ミサちゃんが結構高くなってそうな気がするけど。どうする?ゆかり様とバイトする?
ゆかり様とバイトして、でも宝塚もね悪くはないんだよね。今いくら432か。いやここはちょっと金に行こう、金に走る、愛より金だ、頼むぞ宝塚。 OK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 、 あいいねゆかり様で、ここはチャンスを取っていきましょう。真ん中ですね。俺の顔ってさ、どんなチョコだったんだろうね。でこいつの顔だったら結構つくの簡単そうだよね。よしチャンス2。あーかわいいネックレス、これもう速攻で2つ使おう。よしで筋力欲しいでしょ、でまあここら辺も買っておくでしょ。監督はまあどうでもいい。気迫ヘッドまた来てる。気迫ヘッドはね軽いからね、まあ、そうなるとどうなんだろうね、せっちゃん失敗して初級骨を取るっていうのもありかもしんないけど、どっちの方が経験点は軽減できるんだろう。ミサちゃんが4回目ですね。で多分井戸端が起こっても指輪の方が評価上がる量が多いと思うんで、あとスポーツジムチケットが欲しいな。あ来た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 、これやろう、まあ、ちょっと短縮はします。おなんとかせいて技術だった。おハイパーハブラシとかいらんわ、売ろう。技術、おいいねいいね、結構長っ。めっちゃ長、あこれしかも一番いいパターンじゃん。ちょっと短縮しないで見てみよっか。ザザッと来て屋上に出て下を見るでやんす。黒煙館って何、黒金商業のシンボルが刻まれた。あーなんかこの上、生徒に非公開となっている。過去に多くの生徒が侵入を試みたが無事に帰ってきた者はいない。そうなんだ、あそれでゆかり様から金がもらえるっていう話か。口止め料だね簡単に言うと。特別に話して差し上げますわ。校舎の管理責任者、知らなかった。全然知らなかったんだけど。ああまあまあまあ、地下に入ったのにどうして屋上にいる。まあ確かにね、あ本当にランダムできたらここに出てきちゃったっていうパターンか。造船所、いやそんなマジで知らん。結構長いね話が。ほうほうほう、あ戦況じゃなくて環境か。なるほどね。確かにぶっ飛びすぎててな。わからんわ、こんな長い話だったんだ。光線兵器、あこれだね、口止め料だね、口止め料。あ口止め料じゃなかった。いやでも実際口止め料でしょ、ほらほらほら。500だった。よしこれででもだいぶ潤ったね、1000超えたんじゃない。で小筆の2回目、変えましょう、イメチェンさせましょう。で何売り出してたっけ。いやでも気迫ヘッドはさすがにいらないでしょう。なのでミサちゃんが最後ですね。サイリさんまだ乗ってないし、もう一個か、もう一個結構使わないと無理か。あとはねこいつが1回目ぶっ倒れてるからね、せめてこっちは成功しろよマジで。信じる信じる、もうミサちゃんのことを信じるから頼むよ、耐えろ。オーケーオーケーオーケー、まあ、こっちを成功してくれればパワーヒッターはなんとかなるかな、1でも。
よし、登り竜。宝探しゲームってこれ別にマネちゃん入れてても変わんないよね。これ岩井くんを入れてると変わるんだよね。あ、これマネちゃんの評価上がるかな。上がりそうだよね。てかマネちゃんの評価って今どうなってんのそもそも。あ、まだか。じゃあまたデートして、てかマネちゃんそもそも告白イベント来てねえじゃん。通常イベントも来てないよね。ちょっと前指きついか。とりあえず小筆少し進めよう。多分5回目がイメチェンしてれば大丈夫っていう話だと思うから。はやって告白すると、あ、いいね、チャンス2でもらえるのか。これはでかいな。どうする。多少もう勝負に出る。こんだけ金あるからね。監督か。50円だったら別にいいでしょう。50円くらい大丈夫大丈夫。監督に任せよう。お、出た。聞かれてんだけど780円。あとはアイテムだね。じゃあで、マネちゃんはどうしようかな。これはまあ、自分で交渉しよう。あれ、評価上がんない。あ、もう上がりきってる。1700円。あ、可愛い指輪買おう。よし、サイリーさん OK。 これで全員乗ったね。で、筋力欲しいでしょ。これも爆買いしよう。あんまり調子に乗ってるとまた金がなくなるからな。パワーチュースとかいらないよね今回。で、技術ちょっと待ってね。ポイント大丈夫。げ、危ね危ね。技術が危なかった。ちょっと D に揃えるか。パワーは C まで持っていけるかな。総力がちょっときついかな。まあいいや。とりあえず一旦 D には揃えられそうなんで、 D に揃えて。やっぱ敏捷だね、足りてないの。パワーは全然いいな、いけるな。で、ミートもいけるね。で、チャンスは読んで潰しちゃうか。本が来てもね、別にって感じだけどな。どうしよっか、まあ、一応置いとく。で、お出かけて、小筆を進めていこう。あ、途中でリタイアしたんだ、まあ、確かにネタがね分かってればだいぶ怖くなくなるからね。って全然こいつポイントくんねえな。え、何があった今。パワージュースはいらない。技術56円か。いやー、いくらあるって言ってもな。うーん、悩むな。買えるときに買っとく。で、なんか歯ブラシみたいなの手に入れたからそれ売ろう。てかここへ使ってねえし。いくら歯ブラシって。63円か。まあいいでしょう。まあこれは安定して売れるね。で、ちょっと手に入れたやつを使いますか。技術ばっかだな。技術余りになりそうだね。敏捷が足りないんだ。敏捷が売ってないよね。技術性って、あ、敏捷これ買おう。あれ、ここなんで残ってんだっけ。まあいいや。あ、そうかそうか、さっきあれだ、揃えたからだ。じゃあ技術使うか。ミートは A にしちゃう。いや、でもな、野球超人伝が来るとねちょっともったいないから、小筆を進めよう。3回目。いや、これあと、あと3人は無理だよ。ノートは見ないでおこう。あとイベントとして残ってんのはなんだ、小筆のやつだけか。あ、これはまあどっちでもいいんだよね。反論する。ゆかり様が来てくれるから。なんか壺くれんだっけ。あ、いいねいいね、壺売ろうくれたものを速攻で売るかんなこいつ。で、小筆4回目も大丈夫だよね。やっちゃおう。
で、イメチェンが終わったら5回目終わらして、あとせっちゃんかゆかり様かマネちゃんの3人から選ぶ感じになるから、どうしよっか。いやでも1級入魂は欲しいよ。あ、でも1級入魂取ってあんのか。取ってあるといえば取ってあるから、じゃあゆかり様とマネちゃんでいくか。で、かわいい指輪はもういらないよね、さすがに。よし、いいね、敏将が来てる、敏将が。あ、パワー引きた、これ取ろう。走塁どうする。ムード一応取っとく、もう安いしね、買っとこう。万能スケジュール帳、指輪はさすがにいいでしょう。で、小筆は置いておくとして、パワーヒッターいくつだ、3になったってことか。そうすると、あ、いいねいいね、3あれば十分だな。じゃあ小筆置いといて、ちょっとせっちゃんは置きます。で、マネちゃんでいきましょう。マネちゃんはカラデートあるんだっけ。まあ、ここら辺あんまり使わないからね。なんか途中でコツが手に入るとか入らないとかも把握してないから。4月の3週、あと2人だね、あと2人。だ、せっちゃんは無理だ。まあ、せっちゃんはね、もともとデートで体力を回復するキャラなんで、まあ、経験点だけでいくとこっちの2人の方がいいのかな。ガッシャーンってさ、これもう犯罪レベルでしょ。体当たりか。あ、ここ敏将欲しい。ちょっと上で行こう。20入るからね。え、これどうする。ゆかり様評価上げる必要ないしな。かといってチームメイトの評価も上げる必要ないから、ゆかり様で行こう。で、あとは一応購買部覗いておいて、守備グラブか、まあ、45円だからね、あれば買っとく。走塁も買っとく。もう5月になるしね、金を吐かないといけないから。で、マネちゃんと、あとイベント消化してないのなんだ。マネちゃんの2回目と小筆の最後のイメチェンだよね。まあ大丈夫でしょう。うん、来たね来たね、オッケーオッケーオッケー。じゃあ小筆も終わらせますか。本当に何なのこの微妙なポイント数は。ゆかり様で行こう。ここはよし、オッケーオッケーオッケー。あ、コンボなんてあるんだ。あったね、そういえば。これなんだっけ。ゆかり様だと確か逆境でしょ。で、一番下がなんかハイボールヒッターだったような気がする。真ん中忘れた。一番上でいいや。これ逆境手に入れば、でも火事場がだいぶ楽になるね。あ、いいねいいねいいね。お、ここかなり、これ爆買いしよう。とにかく買おう。大丈夫でしょう。ちょっとあれ終わってからにする、やっぱり。いつもみたいに、まあ、100円100円でいってサクッと終わらせよう。で、小筆5回目よし、これで完走したね。で、6月の4週からデートが始まれば、まあ、空デートなしだとして完走できるんで、アーティストいいね。2よし、もうこれ一気に100円でいこう。消えろ、残ったか。50円、げー、しつこい。マジでしつこい。なんだこいつ。俺の持ち金のあれを知っているな。300円もかかったんだけど。きたー、もうこいつら。しかしその程度、どうということはない。俺には可愛い指輪がある。物で釣る。で、購買部見て、
さすがに全部は買えない。精神ばっかだなこれ。6月のために少し取っておきたいね。また技術が溢れそうだな。ちょっと肩と守備は C にしておこう。で精神も使っちゃって、敏捷も使うか。とりあえずオール C。 そこからどうやっていく。アーチストはもう取っちゃうでしょ。旧入魂は一応置いておこう。精神か、まあ、結局勝負師取らないといけないから1個買っとこう。よしこれで6月に備えよう。あとはでマネちゃんで、そうだね、あとゆかり様だね。ゆかり様のデートを完走させて終わりだね。ちょっとせっちゃんは置いておく。せっちゃんもね、3回目だか4回目だかのへえ何までいければ対エースが手に入るんで。補充された。これってさ、そういえば選球眼手に入ったよね。自分で交渉する。なんか盗塁か。いや敏捷は足りないのよ。敏捷買っとこう。ときめきラブレターはマジいらないからな。まあ、30円系は買っておくか。こんなもんだね。なんか使うもんあったっけ。守備グラブだけか。じゃあマネちゃんの最後、せっちゃん平何までいけるかな。ゆかり様がカラデートなければいいんだけど、ちょっと忘れた。あ、だいぶ経験点くれんね。SOS とかあったね。もう別にどっちでもいいんだけどな。まあ上にしようか。これなんか手に入ったっけ。糸端が起こるとモテモテが剥奪されるからね。あ、積極打法か。まあ悪くはない。どうする、最後持ちにかける、まあ、それともゆかり様にするか。まあゆかり様でいこう。最後だし。 OKOKOK でラストの購買部ですね。ジュースはいらない。技術を買って、敏捷も買おう。精神買って、守備力グラブ買おう。ここら辺かな。一応パージュース買っとく。甲子園で何回か練習しないといけないんで。あとはちょっとまた補充された時のために少しお金を取っときますか。マネちゃん終わったんで、じゃあゆかり様に行きます。6月の2か。2345、じゃあ4じゃねえや、12。あー無理だな、せっちゃん間に合わねえな。せめて平何のとこまで行きたかったけど、3回目だよね平何は。あ、ただ一級入魂がね、取れたのがでかかったね。あとはエピローグポイントでまたどこまで伸ばせるか。よし、商品補充、できれば安いものがいい。筋力いいね。これも買おう。お、敏捷もいいね。あ、壺ガーッ、ここしまった。達人、あ、達人の攻撃でもあれか、センスもあるか。超沈殿だったらもったいなかったけど、壺とかもう無理だね。よし、ゆかり様でいきましょう。マジさ、こんなやつ何なの。やっぱりお金を持つと人変わるんだね。打ち切れよう。よし、ここでも逆境をつかめるでしょ。でここで敏捷ポイントもらうでしょ。で7月の1周なので、ちょっと能力を揃えていきますか。いや技術マジ余ってんなこれ。 S まで持ってく。
いつまで持ってこう。で勝負しとっておくでしょ。重っ。ちょ待って、いくつ154か。センス丸で154だかんね。やっぱちょっと重たいね。まあ3になればそれなりか。でも それチャンスを取っての話だからな。1級入魂ももう取っちゃうでしょ。気迫ヘッド取る。ちょっと金徳は先に取っとこう。あ、ムーブはでも試合で必要だから。ラッキーボーイも取っておくか。上り竜。まあまあだね。独身術。と、こんなものか。守備少し上げとくじゃ。で、A に持っていくためには、守備グラブを使っていこう。パワーがちょっと、もうちょっと欲しいね。敏捷は捨てるとして。あ、まあ、ここら辺で体力がね、減ってくれるのは全然いいんで。体力減ってもいいから経験点くれっていう感じだからな。筋力、いっぱいもらえた。3番か。スポーツジムチケットが1回も来なかったね。大丈夫か。大体さ、ここまでうまくいってるとさ、どっかで負けるんだよね。っていうフラグをね、いつも建築してるんだけど、自分でフラグを立てて。お待たせいたしました。とりあえず1本でしょ。1点入れられてるよ。で、広角打法はね、最後サイリさんがくれるんで、大丈夫か。真正面に行ったかなって思ったけど、おい、ストレート。おわ、ぶんね、マジ怖い。この先がマジで怖いよ。これ彼女キャラでさ、試合経験点ボーナスが固有でつくってなったら超良くない？多分いないよね。練習効果アップがね、微妙なんだよね。だったら体力消費マイナスの方が使いやすいと思う。あとはここで主人公が根性出せば、ちょっと精神ポイント少なかったよね。おお、 OKOKOK。カジは取れるかな。精神126か。精神がちょっときついな。99も使うんだ。まあいいや、取ろう。取れるときに取っておこう。せっちゃんどうする、デート。あと2周でしょ。いや無理だな。もう2回目とか多分体力くらいしか回復しないからな。おとなしく精神を上げたいんだけど、筋力にしよう。スカウトさんもいるし。と、6か。激闘もね、野手能力高いからね。鶴谷くんはまあなんとかなるにしても、本当にね、蛇島と友沢のね、二遊間がね、鉄壁すぎる。蛇島ってさ、普通にさ、魔術師持ってんの？守備職人は持ってるよね。いや、魔術師は持ってないか、さすがに。スプリットが狙おう。よし、さすが独身術。いやー、援護が全くないな。ちょっと自分でマジで点を取っていくしかない。ルイにも出てくれないね。まだ鶴谷君投げてるか。頑張るね。やべ、さすがに走るね。まあ走る意味はないけど。このパターンよくあるよね。頑張って走ってくれるけど結局ホームラン打つみたいな。で、精神練習をしよう。と、少しでも精神を稼いで、あとは甲子園。
ここも何やる？なんか別にって感じなんだよね。まあ、筋力。筋力稼ぎつつ、ちょびちょび精神を稼ぐ。で、パワージュースが、なんか2個くらい買ったよね。あれもガブ飲みしよう、もう。で、なんか負けると怖えからな。次あたり、もう守備グローブ使っちゃう？まあ、守備は A まで上げとけば大丈夫でしょう。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で豊川、ネクストバッターサークルに控えているのは OK。 さあ中間大きいぞ、入った。黒金リードで迎える3回です。ノーアウトランナー一塁、詰まらされたか。取りました、これでワンアウト。やっぱね、ちょっと変化球はね振り遅れるんだよね。まあ、ストレートが一番打ちやすいんで。いやー来た、マジかよ、逆転されてるし。シュートか、ちょっとシュートは見送ろう。これストレート、これだな。攻めて同点にしないと負ける、マジで。よし、結局お前が5点取られたのか。危なかった。やっぱ使っとこう。ちょっと購買部行って、もう全部使おうこれも使うし、これも使う。で、守備は A にしておこう。一応これで止めます。総力 B に行けそうだね。本当はね、パワー A にしたいから、 A にしたいんだけど筋力がなくなる。肩もいけるね。で、技術200か。どうする、これ。アベレージヒッター直取りしよう。よし、これだけ減らしておけばあとは大丈夫でしょう。最後のエピローグでね、溢れる可能性があるんで、あんまりためすぎると。まあ、デフォルトで1人80だとして、86480でしょ。で、甲子園の経験点合わせて100で500、600くらいは多分いくと思うんで、全部合わせれば。カットボールか、入れてきたね。またカットボールか、狙う。いや、ちょっと打ちづらいわ。いや、フォークか、無理だな、これ。ボール、ちょっとこれ入れられたら大丈夫。マジでどんだけ変化球投げてきてんの。これも大丈夫でしょ。このフォークはでも入れざるを得ないよね。フォアボール、結局。そしてまた点を取られてる。ツーシームか、これは少し下面にして、でストレート、これ狙おう。いや、今芯がずれたな、まずいぞ。ここでなんとかしなくては。全力ストレート、よし。さっきの持っていけなかったのが痛いな。ここだ、これはもうマジで持っていく。これは無理でしょ、ボールだから。あ、これだ。あ、違う、カットボールか。これだな。よし、なんとか抑えたか。まあ、決勝まで来ればね、まあ、最悪負けてもいいんで。でもこれさ、結構良くない？この状態でさ、あれ、勝負師まだ残してたっけ？いや、勝負師取ろう。この状態でこの能力だったら、最後のエピローグ経験点でまたドカッと伸びそうだけどね。体当たりも安。やっぱり千まで強いよね、本当に。で、金徳はもう大体抑えたから、精神が足りないのか。いや、やっとこう、メンタル。ちょっとでも精神ポイントを稼ぐ。まあ、最初だけね、ちょっとしくじったけど、その後がね、だいぶうまくいったんで。あとは大西だよね。大西もね、ほんと打ちづらい。
特進術が発動してくれないと本当無理。フォーク大きく外れました。これは入れては来ないね。これか、いや無理だ。ショート真正面、スクリューか。スクリューはちょっと見送ろう。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。スライダー、スライダーも曲がるからな。投げた。これはボール。外れてワンボール。スライダーか。これはでも大丈夫でしょう。カウントはツーボール。フォーク、フォークはもう本当無理。次が4球目。これ無理だ、絶対無理。スクリュー、これ狙っていかないとちょっと厳しいか。投げた。出るか。ストレートがないよ。カーブ。これ入れてくれ。ちょ待って、無理。やばい、まだ1本も出てない。これか、いやフォークか。今日はショートゴロとライトフライ。第2球投げました。いや無理でしょ、これでもポテンってなるよね。よしよし、もう一回回ってこないかな。もう一回回ってこないと無理。あ、来た。嵐丸に変わってる。おーし、まあ最低限の仕事はしたね。でここで70か、まあまあまあしょうがない。で20もらって100でしょ。で俺せっちゃん PR プラゴなんで、多分エピローグでね単独で100くらいくれると思うんだよね。そういうのをちょいちょい合わせれば、まあ600くらいにはなっててほしいな、その最後の強化画面で。でドラフトはどうだろうね、2くらいかな。スカウト評価はあんまり上がってないからね。3か。まあドラ3で20でしょ。でミサちゃんでしょ。てかこいつさ吸血鬼になってさ、その後どうすんだろう他の人たち一番最初に吸血鬼になったよね不老不死になってさ、その後みんなどういう顔して会ってんだろう。まあ普通の顔して会うんだけどさ。でゆかり様でしょ。これゆかり様絶対もう連絡取んないよこいつ。このペンドンだけもらっておこうみたいな。ネックレスか。迎えに行くよ、絶対迎えに行かないからね。でせっちゃん、あこいつも迎えに行く予定か。いいね、せっちゃん100くれるわ。小筆ってさ、しかもあれじゃなかったっけ、経験点偏ってたよね。筋力と敏捷か、まあいっか。筋力と敏捷はちょっと欲しかったところだからね。でサイリさんはここで広角打法くれるんで、いや本当ありがたい。大成功してって、まあ、マネちゃんもねプラゴをお借りしたんで、あとねサイリさんがねあと1でプラゴになるんで、なんとか上げていきたいんだけど2とかで結局いくついった。あ9000超えたわ。いや1000丸9000超えは結構いいんじゃないかこれ800とかあるし敏捷。あじゃあまずオール A にしよう。能力を整えよう。ああの精神きついんだよね。 A にするとでも390、400近くいくか。パワーを S にするでしょう。こいつ強いぞマジで。ちょっと特殊能力、盗塁走塁、広角は絶対取りたい。意外性も取るでしょ。満了とかもせっかくだし、ブロックはさすがにいらないよね。帳尻は一応取っとこう。敏捷が余ってんのか。総力もエースにしよう。であとは特殊能力に行くか、基礎値に行くか。基礎値に振るとどうなる。いやオールエースいけるわ。いや強えこいつは強いぞ。で技術が余ってるから困った時のあれだよね。でもどうする。一発逆転取るでしょ。これでなんだっけ、打球伸び取れないか。1足りないか精神が。これで打球伸びを取りたかったんだよね。一発逆転ちょっと置いておいて、打球伸びで1回技術を吐くでしょ。で筋力があるから
筋力をどうさばくかだよね。速攻、筋力か。フルヒッターはさすがにあれだから、まあ、送球も欲しいといえば欲しいんだけど、これちょっと一回送球取って筋力使うやつをなんか取れないかな。ローボールヒッターか。これでいこう。ブロック取っとく。じゃあ、余るし取っとこう。せっかくマネちゃんがくれたんだ、取っておこう。こんなもんか。ちょっと筋力が余っちゃったけど、スタミナでも上げとく。ちょいちょいちょいと。あ、サチカ結構いったね。というところで、こうなんとなくね、6股デッキやってみましたけれども、まあ、やっぱりね、金儲けがうまくいけば相当強いですね。で、あともうちょっと、来週の月曜とかで強化黒金は終わっちゃうんで、まあ、あともう何人かしか作れないとは思うんですけれども、まあ、また作っていったら動画にしていきたいと思いますので、まあ、よければ見に来ていただければと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。